アブラム・ガンニバル、アブラム・ペトロビチ・ガンニバル、エイブラム・ペトロービチ・ギャネブル、または、ハンニバル、ギャネブル、イブラヒム・ハンニバル・イブラーヒーム・ハンニバルとも、ロシア語表記、1696年から1781年5月14日は、ロシアの軍人、貴族、ロシア皇帝ピョートル一世によって、アフリカから連れて来られ、少々、軍事技術者、タリン総督となった。 ジ神アレクサンドル・プーシキンの曽祖,祖父としてよく知られている。彼の生まれは定かでない。ガンニバルについて初期に記したものには、彼は1696年にエチオピアの村ラゴンで生まれたとある。村庭が流れていたという、現在マレブ川は、エチオピアイコールエリトレア間の国境となっている。しかし、それを裏付ける者はエチオピアにない。 1996年の調査によると、チャドコ南部の現在のカメルーンに、ロゴネイコールビルニというスルタンがいることからそれではないかと推測されている。ウラジミールナボコフも独自に調査しており、エチオピア説を否定し、チャドコ南部のロゴンあたりとしている。ガンニバルの老い立ちについては、主にプルシキンら子孫の言説をもとにしていため、先祖をよく思いたいという心情から粉飾があったと言われている。 ガンニバルが1742年にエリザベータ女帝に提出した公式の書類には貴族の地位と紋章のための請願書が書かれ、彼は像と神秘的な文字フモと書かれた家紋を使用する権利を認めてほしいと記していた。これは西アフリカの男が故郷であることを意味する。しかし、フモはラテン語のホートナワイトムメイムミューテイビットオッピド。 幸運がこの年で私の人生を変えたの文字を取ったものだと推測されるのである。7歳の時、1703年頃、ガンニバルはコンスタンティノープルにいるオスマン帝国のスルタンのもとへ連れて行かれた。奴隷市場で売買されたと言われる。この年、スルタン位はムスタファ2世からアフメト3世に変わった。彼自身の言葉で、 筆者不明だと言われるガンニバルのドイツ語の辞伝ではすべてのイスラム教支配者すなわちトルコのスルタン貴族の家から人質として子供を差し出させたとある。親の振る舞いに疑念を抱かれれば子供を殺すか奴隷として売り払ったのである。ガンニバルの姉レイワンは同時期に身柄を拘束されたが旅の途中で死んだ。1704年コンスタンティノープルで ロシア大使サバ・ラクジンスキーの代理人によって、ガンニバルは連れ去られた。彼の上官、サッカレフ、トルストイの曽祖父の差し金だったとされる。これはすべて、ピョートル一世の命令によるものだった。明らかに、ガンニバルは連れて来られた唯一のアラブ人の子供ではなかったのである。ヨーロッパ王家の宮廷で黒人の子供は、陳調されたが、これは皇帝の命令の動機ではない。 アラブ人は野蛮で文明化されていないと当時思われていたが、ピョートル一世はこの子供たちをロシア貴族の子供と同様に芸術や科学を良くすることを証明し、肌の色ではなくその能力で認められるよう見せたかったのである。ガンニバルは1705年にビリニュースのサンクト・パラスケは教会で洗礼を受けた。ピョートル一世が彼の名付け親となった。1717 17年。 ガンニバルは芸術、科学、軍事の教育を続けるべくパリへ連れて行かれた。その頃から彼は流暢に数カ国語を話し数学と機科学を知った。彼はルイ15世の軍に加わりフェリペ5世軍と戦った。この時に大意となった。フランス滞在時代、ガンニバルはカルタ語の将軍ハンニバルにちなんだ姓を名乗るようになった。 ガンニバルとはハニバルをロシア語を表記したものである。パリで彼は、啓蒙時代の象徴、ディドロ、モンテスキュー、ボルテールと信仰を結んだ。ボルテールはガンニバルを、啓蒙時代の暗シ主クの星と呼んだ。ガンニバルの教育は1722年に終了し、彼はロシアへ帰国することとなった。彼は、ピョートル一世に、ロシアへ回路でなく陸路で帰国する許しを求める。手紙を書いた。 彼は帰国途上に、ピョートル自身とモスクワから数キロ離れたところであったと、噂された。1725年に、ピョートル一世が死ぬと、ガンニバルは1727年に、サンクトペテルブルクから4000マイルも東のシベリアへ、流された。彼は1730年に、その軍事技術の有能さゆえに許された。1741年、 ピョートル一世の娘エリザベータが即位すると、彼は女帝の宮帝で揺るぎない存在となり、少々の地位を与えられ、タリンの総督となった1742年から1752年。1744年3月22日には、手紙にエーギャネブルと署名を残した。エリザベータは1742年に100人以上の濃度のいる、 プスコフのミハイロブスコへを所領として与えた。偉大な将軍、アレクサンドルスボーロフは、ガンニバルが彼の父に息子を軍人とするよう、説得したことから、彼の一兵卒として仕えたと噂された。ガンニバルは二度結婚した。最初は、ギリシャ人、エブドキアディオペルだった。二人は1731年に結婚し、数名を設けた。不幸なことに、 エブドキアは夫をひどく嫌っていた。彼女にとっては強いられた結婚だったためである。ガンニバルは、エブドキアが不定を働いたことを知ると、妻を捕らえて監獄へ入れ、エブドキアは十一年も恐ろしい環境に置かれることにな。ガンニバルは、クリスティナ・レジナ・シアベルクという別の女性と暮らし始め、1736年に、レバル、現在のタリンで、エブドキアと正式に離婚しないまま、 クリスティナと再婚した同年にクスティナとの最初の子供が生まれた。エブドキアとの離婚は1753年まで完了せず、ガンニバルは彼女を修道院へ送り、彼女はそこで寄生を送った。ガンニバルの二度目の結婚は合法とみなされなかった。二度目の妻クリスティナはスカンディナビアとドイツの貴族の血を引いていた。二人には十人の子供が生まれた。 息子の一人オシップは一人娘、ナジェージダを設けた。ナジェージダはアレクサンドル・プーシキンの母となった。ガンニバルの長男イワンは海軍士官となり、1779年にウクライナのヘルソンを創建、帝政ロシアでの二番目の高位軍人となった。ガンニバルの血を引く子孫が現代のイギリス貴族にいる。ヒューグローブナーとナデジダ、マウントバッテン。 プーシキンの創尊の孫ジョージ・マウトバッテンである。アブラム・ガンニバルは、アレクサンドル・プーシキンの父方、母方両方の祖先の中で最も傑出した人物であり、プーシキンは、この祖祖父に特に敬愛の情を抱いていた。1830年に、私の敬譜という短い歌を書いているが、600年に、渡る、父方の祖先については35行で書いた一方、 アブラムだけで20行の死を捧げている。また、未完ながら、1827年からアブラムを主人公とした小説、ピョートロ大帝の黒人、奴隷を執筆した。19世紀アメリカでは、ロシアの偉大な国民的作家であるプーシキンが黒人の子孫であという事実から、プーシキンは黒人運動のシンボルとして、しばしば扱われた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。